始まりましたカッサンチャンネルです。今日はですね、まあこれは MC18 なんですけども、このエンジンですね、シリンダーですね、そこをやっていきたいなと。これですね、もう今準備はできてるんですけども、ある部品が18と16で違うということで、この商品ですね、この商品が入荷するのを待っておりました。これが今入ってきたんで、これで、腰上やっていきたいと思います。まず前準備として、このまあ落とさないように養生して、でここに入っているこういうベアリングですね、これに前回指摘があったちょっと忘れてたアッセンブリーペースト、こういうやつですね、ちょっとぬるぬるにして、一番最初のエンジンをかけた時のですね、初期かじりみたいなのを防止する役目があります。なのでこういうのはびちょびちょにしてですね、一番最初エンジンかけた時に負担がないようにしておきましょう。入れます。もう、こういう、まあ、合い口がある、まあこれ前回言ったおさらいなんですけど、合い口の2つがこういう風にこの位置でつきます。どういうことかというと、このエンジンは今単車に向かってですね、こういう風についてます。ってことはこの排気ポートがこういう風につくんですね、外側につきます。ってことは、このピストンの合い口っていうのは排気じゃなくて早期ポートの方に入るので、このここに2個ありますね、これがこの合い口の2個と合うわけです。だからこれも一番初期のかじりを防止するためです。はい、で先ほど言った合い口をですね、排気じゃない方の向きにしまして、排気じゃない方ね、こっちの後ろ側にして入れて、これで入れます。ある程度入れといて、こっち側から見た方ですね。あ、入った、入りました、グリグリした入りましたね、はい、おお、バッチリですね、バッチリですね。言うんですけど、18だと長くてここに入らないんですよね、この溝が出てこないんですよ。これが正解です、16用のやつってことですね。ないんで、でポイントがここにちょっとこう穴というかですね、あるじゃないですか、こうリンゴの玉を入れるんですね。でだいたいこの、90度真ん中から見て、だから本当はここから始まったらここに持ってくるみたいな、押し付けてね、溝に、で入れてから後で回します。いきます。まあ、下をちゃんと入れといて、でこれを入れ、よし、入った、はい、入りました。今バッチリ入りましたね。ただ今入ったけど、ここの間あるじゃないですか、ここがちゃんと ある程度回して、その合間のこういう合間をもっと通り過ぎたところに入れとかないとこれが脱落するんですね。だからそこをやるためにこういう細いのが大事なんですよ。このあんま太すぎるとつかめないんで、でこれを回していきます。あかん、もう全然見えへんな、ちょっと待ってください。これでまあ今ちょっと見てるんですけど、今ね説明すると、ここに切り欠けが来てるんですね。だからまあこう回しながら、この今間をこの間をこの辺ぐらいに持ってきたいんですよ。はい、いきます。これをこう 回していくね、回していく、掴んで回していく。はい、今虫眼鏡で確認したんですけども、もともとここに、切りかけがあったシークリップが今ここにいます。ただこれ今もう合格ですね、この辺ぐらいに回したんで、これで脱落することないでしょう。バスケットを入れていきます。このガスケットの位置がこうかな、違う、こうか、いや違う、こうか、んどうだ、こういうことか、多分こうですね。分かりました。これ物事の道理をゆっくり考えたら分かるんですけど、
これを見るじゃないですか。じゃあこっちの2つは細くてこっちが太いんですね。どういうことかっていうと、ノックピンがある方が太くなるじゃないですか、径が。でもちろんシリンダーを見てもノックピンが入る方の列の方が穴がでかいんですね。だからガスケットを入れる向きが違うかったんですよ。だからノックピンがある方の方に来るようにしたらいいんですよ。こういうことですね。こっちの太い方に入るようにすれば多分このまま入るってことですね。要はこの、まあ、ホーニングしたシリンダーじゃないですか。そのホーニングっていうのは、まあ、言ったらこう横にこう 傷というかですね、入ってるんですけど、その溝の中にこのアッセンブリーペーストの成分を、入れていきます。閉じ込めていくというか、はい、結局そのエンジンが一発目かかった時とか の, そのかじり防止というかですね、まあ、潤滑もあるんですが、しっかりとこのアッセンブリーペーストをシリンダーの中に入れてヌルヌルにします。まあそのホーニングした溝にこう、まあ、塗り込むってことですよね。まあ全部あの2ストロークマガジンの DVD の受け売りなんですけど、野沢本田さんの受け売りでございます、はい、これをやった後にこの後ろのこの下のところに2ストオイルをちょっと塗るらしいです。それもやりますね。こんな感じで今アッセンブリーペーストでびちょびちょにしたピストンです。合い口もちゃんと合っております。これでであの僕ジョグの時にちょっとあったんですけど、やっぱここちょっと鋭角で尖ってるじゃないですか。だからもう上の方ばっかり合い口ばっかり見ててグリ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 やってると、あのこれで結局その下のガスケットを食っちゃうっていうんですか、一緒に抱きしめてグッて下に入ってしまうとガスケットの一部が切れて中に入ってしまうことがあるんですよ。まれにどんくさいと。だそこは気をつけてやってください。僕は、まず合い口を押さえてギュッてこうちっちゃくした状態でこれを入れないとダメなんですよ。いけるかな。案外簡単やったりしね、作業的にはまあ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 。一回握りますよ、ギュッと。よし、ギュッと握って、あでもこうやったらあれか、入らへんのか。ちょっと待ってね、ちょっと抜こうか。くそ、大抜こう。合い口見えます。いやそんな悪なかったよ。うわ、諦めん方が良かったかな。もう一回いきます。新鮮でしょう、これを見てる方。入ったんですけど、今下まで入ってないですね。でこの時にちゃんとガスケットが噛み込まずに入ってんのを確認して今噛み込んで、はい、まあこのノックピンが錆びてる場合そういうことがあるので、別にちょっと、ね、叩いてもいいらしいです。きついな、こんなことでいいんかな。めちゃくちゃきついぞ。これと別に僕下もすでにピストン入れてるから、ピストンとこれをこうやって入れてたんですよ。だからこれこう噛み込んで、それは回らないじゃないですか、ピストンがツインやからね。こう危なかった。これがもしウエスとかで紙やったら破れてガッて中に紙が入ってたんで、これウエスでよかったです。本当に危なかったです。まあ一応やり方としては、まあ、間違ってはないんで、まあこれを入れて、うん、あの楽にこのピストンがちゃんと動いてるんで、これは大丈夫です。ちゃんとこれは大丈夫です。
さあとりあえずですね下もやるんですけど、あのカリカリでちょっとあの動かないように軽く締めておきますね。ここ間違ってますね。こう縦についてるんで、この RC バルブがこう普通こう横やと思うんですよね。多分こういうことやと思うんですよ。だからこれが付け間違ってるんですよ。これが RC バルブのこの RC バルブは付けてていいけど、 RC バルブをこう操るところはこれシリンダー付けてからですね。入る、うん、やっぱ RC バルブ邪魔やぞ。めっちゃ、え？どういうこと？これ RC バルブを取り付ける前にこれ付けなあかんのかな。で、その時にピストンのクリップ、このクリップが下に落ちたら、お疲れ様です。あ、HK さんや。はい、どうぞどうぞ。あ、結構もうすぐ出ます。あ、そうなんですか。差し入れだけ。そんなに差し入れてる。そんなに確実に進んでますね素晴らしい。いやもう、いやパーツが来たんでね、そのパーツが前はなかったんで、一回入れて確認しときたいよね。そうです、ね、どのぐらいするって入るもんなんか、はい、だってさ、これさ、あ、ノックピンのとこにまだ来てないんですよ。来てってやったら分かるんですよ。ほら、そうです。あ、来た来たしかもこれノックピンもちゃんと入ったね、多分ね。ですね、めっちゃ気持ちよく、めっちゃ気持ちよく入った、ね、いやもうほんまさ、あのこう自分の中でさ、ちゃうかなって思ったちょっと先なんですよね、トルクも。絶対そうですよ、トルクも。気持ちいい、入りました。もう気象衛星ひまわりからの映像をちょっと見てもらおうかな。もうこういうことですね。こういう感じで動いてます。楽に動いてます。はい、シリンダーヘッドのガスケットなんですけども、この EXUP って書いてるのが、排気側で、この、突起のちょっとポツってなってるとこあるじゃないですか、これが、吸気側の方に貼ります。なのでこうですね、こういう風につけます。はい、向きはこうですね。この、L になってるのがこのままつきます。はい、わかりました。これはフロントバンクですね。これリアバンクのやつじゃないですね。こんなにデシロが出てないんで気づきました、僕。あぶねー。今日作業してですね、最大の失敗を私やってしまいました。報告します。ほんまに最悪です。見てください、僕ね、リアバンクでほら、これが今こうずれてるでしょ。要はここだけ長いんですよね、長いんですよ。これ実は僕今リアバンクにシリンダーつけてるんですけど、これこっちなんですよ。でここでとも締めするんですよ、何かと確か。でこっちがこっち、テレコなんですよ。ってことは、せっかく入ったらシリンダーをまた出さないんですよ、最悪だって。これシリンダー入れてる時 HK さん来てたんですよ。なんで言ってくれへんのかな。人のせいにしたらあかんねんけど、ハゲー絶対僕ね、2分の1外すんですよ。勉強なるからええけど、せっかく入ってたのにも。はい、つらい。一回入れたものをこうやってもう一回するのはつらい。いい、入った、やった。2回目なんで大丈夫です。お、スムーズに動きます。うん、大丈夫。はい、むっちゃ怖いこと起きてました。僕13で締めてました。本当は12なんですよ。そりゃそんな風になりますわ。あぶね。ていうかようできてたな今まで。ダメだよ、ダメだよ、本当に笑いごっちゃないよ。ネジ舐めたかもね。
怖っ。こっちは結構閉まってるな。はい、23なんで、すいませんけど規定登録は23なんですよ。はいはいはい。でこれがで、ちなみに言っていいですか、今日朝12時からもう6時で閉店なんですけど、お客さん一人も来てないです。ゼロ雨降ってるからやけど、売り上げゼロ、私ゼロの人間でございます。で、明日のパフォーマンスもコロナウイルスで、自粛しましたのでゼロはい、12で締めます。はい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 、はい、それじゃあ RC バルブもう一回取り付けます。 R ってここに書いてるんですね。ここに R って、だから R はこっちなんです。こういう感じで付けますね。はい、 RC バルブ終わりました。はい、ということで、本日ですね、NSR250 MC16 腰上、完了いたしました。ようやくです。一番最初はですね、本当に逆にシリンダー君の時にですね、もう終わったかなと思ったんですけども、まあ、2回ね、多く作業ができたので勉強になったと思います。あのですね、 MC18 そしてこの NSR50 のようにですね、しっかりと、復活できるように、頑張っていきたいと思います。もうちょっとですね、完全にエンジン、多分次の回で全部エンジン終わると思いますので、チャンネル登録もぜひ、してですね、お待ちください。それではカスタムチャンネル、それでは、はあ、HK さん、なんで教えてくれなかったの。